丸三商店。丸三商店、丸三、1947年から1968年、1969年代は、日本の玩具、模型メーカーである。20世紀中盤に、ブリキ玩具や国産プラモデル、怪獣のソフトビニール人形で人気を博した。本社は、東京都台東区浅草寿町1-12にあった。1967年に、丸三に改名後、1968年に倒産。1969年に、丸三として再建されたが、新会社は旧、丸三の資産や、従業員はほとんど継承していない。ソフビ怪獣関連の業務は、同時期に設立されたブルマークに、実質的に引き継がれた。丸三、丸三商店、丸三は1923年に、石田直吉が、東京浅草に設立した石田製作所の流れを受け継ぐ、玩具、模型メーカーである。1950年代にブリキ玩具の名作を作り出したメーカー、日本で初めて国産プラモデルを発売しプラモデルの普及に尽力したメーカー、そしてソフビ怪獣を初めて世に出し一世を風靡したメーカーとて知られる。1968年に倒産。翌年に再建された丸三は、名称とプラモデルの商標以外は旧、丸三の資産をほとんど引き継いでおらず、旧、丸三の事業の一部は、同時期に新たに設立されたブマークに引き継がれた。1947年、昭和22年に、石田春康、春康の次弟、石田実、義弟の荒井康夫の3人が、丸三商店の屋号で、玩具業を開始。丸三の名称はもともと、石田春康が以前奉公していた野地方三商店の商標が2、3であり、それを借用して、丸三と読ませて屋号にしていたものであるが、新たに3人で始めたので、3という意味合いも加えたとされる。1950年に株式会社丸三商店となり、石田春康が社長に就任した。ロゴマークは2、3を入れたものを使用した。当初はセルロイド人形や双眼鏡、顕微鏡などの光学玩具を扱う。主にアメリカ向け輸出商品として製造、販売を行っていた。1953年、昭和28年にブリキ玩具の傑作と呼ばれたキャデラックを売り、当時のブリキ玩具がおよそ300円、500円だったのに、対しこの商品は1500円という高額で発売されるも、その精巧さから人気商品となり丸三の知名度を向上させた。しかし1954年12月にアメリカで日本のセルロイドは発火性があり危険であるとされ、急速にセルロイド製品は市場から姿を消した。セルロイド人形を販売していた丸三もこの煽りを受け、新商品の開発に乗り出した。アメリカレベル、当時の表記は、ラベール社が1953年に発売した、原子力潜水艦のオチラス号のラスチックモデルなどを参考とし、1958年、昭和33年12月に、初の国産プラモデルを世に送り出した。この時の商品群は、以下の4つである。発売に際し、丸三は、プラキット、プラホビー、プラモ等の候補の中から、社員の後藤武氏が選んだプラモデルを商標として採用し、1959年、昭和34年に商標登録を行った。しかし当時日本では、組み立て式、プラスチックモデルはほとんど存在しておらず、理解も得られなかったため販売は苦戦した。問屋は、部品がバラバラに入っていることから、なんだ、このクズはと言って、買い取りを拒否した。そこで、丸三は開局したばかりのフジテレビで日曜日午前10時から25分間、陸と海と空とい番組を放送。司会はすでにアメリカ製のプラモデルを組み立てていた三遊亭小金馬。毎週一つのキットを紹介するコーナーを設けたところ、知名度が急速に高まり、丸三製品は元より他社の模型の売れ行きも伸びたという。番組の視聴率は 20% に達し放送は2年間続いた。流行となったために周辺商品も開発する必要に迫られ、プラカラー、プラシンナー、プラボンドという商品名で模型用塗料、溶剤、接着剤なども販売していた。後発の模型企業が参入してきた際、プラモデルと呼べるのは○3だけというジャックで自社の商標を前面に出した宣伝を行った。また、かつてキットをコピーしたレベル社と提携し、○3ラベル提携品と称して、多くのレベル製品の国内販売を行う一方、純国産プラモデルの開発にも力を注いだが、海外メーカーのキットのコピーも引き続き行われていた。1965年、昭和40年のスロットカーブームでは、多額の設備投資を行ったが、ブームの早すぎる収束により多くの負債が残された。1966年、昭和41年には、ウルトラ Q やウルトラマンに登場する怪獣のソフトビニール人形を発売。当初問屋の評価は低かったが、子供の支持を受け大ヒット商品となった。1967年、昭和42年には社名を株式会社、○3に変更した。これは、ソフビ怪獣の大ヒットにもかかわらず、スロットカーブーム時の負債のために経営が安定しなかったため、当時の社長、石田実が声明判断家の意見を取り入れ、○3イコール金が散るから、○3イコール金が残るへと変えたものである。ロゴマークも赤丸を上下に分割し、小文字で3と記入したものに変更された。当時のカタログやプラモデルのパッケージでは、社名は KK○3 となっているが、○3や○3プラモデルなどの表記も見られ、社名変更後もブランド名としては○3が使用されていた。1968年、昭和43年に入ると第一次怪獣ブームにも陰りが現れ、ブームを牽引していたウルトラセブンの放送終了のちほどなく、○3は倒産した。債務整理は順調に進み、事業の一部は○3の元社員が新たに設立したブルマークに受け継がれ、プラモデルの金型もブルマークの他に本模型、富士ホビー、同友社等の複数の会社に引き継がれた。1969年、昭和44年に石田実が株式会社○3として事業を再開したが、○3時の資産は処分済みであり、ほぼ0からのスタートとなった。新しいロゴマークは赤丸を上下に分割し、大文字で3と記入したものを使用し、プラモデルの商標も引き続き用いていた。1970年代前半には、ウルトラシリーズのミニソフビやミニプラモ1、100スケールの日本傑作機、パチパチキットなどを発売した。しかし経営は苦しく、1970年代半ばには、プラモデルの商標権を大手問屋の三つ星商店に売却している。1970年代後半以降は OEM 事業が中心となって、玩具、模型の表舞台から姿を消し、再開後に開発されたプラモデルの金型も他社に譲渡された。1981年には、プルバックや、のこのこ歩行のゼンマイに使用する小型ギアボックスを開発し、多くのメーカーの製品に使用されている。1997年に、折からの昭和レトロブームの中で、○3オリジナル怪獣を復刻販売、以降昭和時代のソフビの復刻版や、昭和テイストで新規造形されたソフビ人形などの販売を行っている。○3の製品には、自社開発によるオリジナルキット、海外メーカーとの提携により国内販売を行った。キット、他社の製品をコピーしたキットの3種類がある。提携先としては、上述のレベルのほか、と、スナップがある。レベルとの提携は1960年に始まり、1964年に、提携先が、軍勢産業に変わるまでの間に、他種のレベル製品を国内販売した。提携品のパッケージは、基本的に、アメリカ版と同一で、○3のロゴと○3ラベル提携品の文字が追加されていた。また、一部の製品には日本語の組み立て説明が添えられていた。パイロからは箱スケールの船舶キットが5点ほど、スナップからは1、40スケールの米軍軍用車両、火砲、ミサイル、ヘリコプターなどのキットが十数点、それぞれアメリカ版に準じたパッケージで発売されている。他社製品のコピーは、プラモデル開発当初から1960年代半ばまで続けられ、コピーされたメーカーも、レベル、モノグラム、オーロラ、リンドバーグ、ITC、ローコなど多数にわたった。また、1960年代半ばからアメリカのアプックが他種のマルサン製品を輸入し、自社パッケージでの販売を行っている。その中には、米国メーカーのキットをマルサンがコピーしたものも含まれていた。1960年代末には同じくアメリカの玩具メーカーエルデンが1、72服用機、1、100戦闘機、ホスケール軍用車両などのキットを輸入し、ブックマッチ形式のパッケージで、マッチキットの名称で販売している。ブックマッチ形式のパッケージは、マルサン末期の製品にも見られる。最初に発売されたキャラクターモデルは1964年の電動ゴジラとバラゴンで、1966年から1967年にかけては同様のギミックで歩行するウルトラ Q やウルトラマンに登場する怪獣が10点上発売された。ウルトラマンで発売されたメカはジェットビートルと特殊潜航艇 S 号のみであったが、続くキャプテンウルトラやウルトラセブンでは一転してメカ中心の製品展開とな、ウルトラホークやポインターはそれぞれ大、中、小の3タイプが発売されている。海外の映画や TV ドラマからも宇宙家族ロビンソンのジュピター2号やスペースタンク、2001年宇宙の旅のオリオン宇宙船、ミクロの決死剣のプロテウス号などのメカが発売されている。また、トッポジージョやミッキーマウス、ドナルド・ダックなどのディズニーキャラクター、ターザンなどのフィギュア系のキットも発売された。これらのうち、電動のウルトラマン、パゴス、ペギラの3点は、アプックブランドで、米国内でも発売されている。1968年の倒産後、ジェットビートルやポインターなど一部ウルトラメカの金型は、ブルマークに引き取られ生産が続けられたが、その他のキャラクターモデルの金型は、電動ゴジラやマスコット怪獣などごく一部を除いて、妖怪処分された。再建後のマルサンの製品は50円、ないし100円の小型キットが中心となるが、1972年から1974年にかけて、ウルトラマン A、ウルトラマン太郎、ウルトラマンレオに登場する怪獣やメカを製品化している。第2期ウルトラシリーズ終了後の1975年には、アニメ、宇宙の騎士テッカマンに登場するメカも製品化した。1970年代半ば以降、一部の商品は商標をプラモデルからプラモ系に変え、袋パッケージで駄菓子屋などで販売された。また1980年以降、同友社から一部の商品が無版権のオリジナルメカとして発売された。1966年にウルトラ Q とウルトラマンに登場する怪獣のソフビ人形を発売して以降、キャプテンウルトラ、ウルトラセブンや怪獣ブース化のような TV 番組、東宝のゴジラシリーズやダイエーの大魔神、ガメラシリーズなどの映画作品に登場する怪獣やキャラクターのソフビ人形を大量に発売している。対象とした作品はキャラクタープラモデルとほぼ同じであるが、金型の製作が容易な分、製品の種類はソフビの方がはるかに多かった。発売のピークは1967年で怪獣ブームに陰りが見え始めた1968年にはソフビ人形の発売も減少している。マルサンの倒産後はソフビの金型は版権とともにブルマークに移り、さらなる展開を果たしている。新生マルサンの方はウルトラシリーズの版権が得られないため、オリジナルデザインのソフビ怪獣を発売していたが、その中にウルトラエースという商品があった縁で、ウルトラマン A のミニソフビの版権を得、それ以降、ウルトラマンレオまでのウルトラシリーズのミニソフビを発売している。1953年に発売されたキャデラックは、欧米でも人気を博し、フリクション動力版に加え電動版やリモコン操作が可能なバージョンも発売された。翌1954年には、フリクション動力で実際に水中を10メートル以上進むことのできる潜水艦を発売している。この製品も人気を博し、各種バリエーションの合計では、全世界で100万個以上を販売している。蒸気以外にも1950年代から1960年代初めにかけて乗り物を中心に多くの種類のブリッキ玩具を発売し、欧米にも輸出している。また、1964年にはリモコン電動歩行のゴジラを発売。1966年以降には電動歩行のウルトラマンなども発売している。マルサンは日本初のプラモデルメーカーと紹介されることが多い。ただし、実際は前述の和光というメーカーがダット3000セダンをマルサンと同時に発売しているので同格に扱われべきである。また1956年、昭和31年10月の業界誌、日本無形新聞には、株式会社日本プラスチックがプラスチックモデルを発売すると予告広告を出しており、マルサン以前にプラスチックモデルが存在した可能性もある。また、マルサンの最初のプラモデル3点は、金型を自社で作ってはいるものの、他社製品を石膏で型取りして、目型を作り、工作機械でなぞって、金型に複製した外国製品のデッドコピーだったため、純国産プラスチックモデル第1号として次のようなキットの名が挙げられる場合もある。以上のように日本最初のプラモデルが何だったかについては諸説あるが、マルサン商店が日本で初めて国産プラモデルの一般販売を行い、テレビ番組の提供も含めた積極的な宣伝活動によって大し知られていなかったプラモデルという新商品を広く認知させ、結果として他のメーカーの参入をも促したのは事実であり、マルサン商店が日本のプラモデルのパイオニアと呼ばれるのにふさわしい割を果たしたことは間違いない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。